住友重機械工業株式会社は、住友グループの機械メーカー、造船、各種製造装置や精密機械など最先端のメカトロニクス分野でグローバル展開を行っている、住友グループ広報委員会及び白水会に属する企業である、浦賀選挙の遠隔も参照のこと2005年3月、国土交通省や水資源機構、地方自治体が発注する河川やダムの、 地水用水門に関する事業に再始談合を行ったとして、公正取引委員会の立ち入り検査を受けた。公正取引委員会は2005年5月に、住友重機械工業を含む8社に対し、旧日本道路公団や国土交通省による協量事業の受注時に談合を行ったとして、独占禁止法違反で検察庁に刑事告発した。詳細は、協量談合事件を、 参照2006年6月12日、大阪地方検察庁特別捜査部は、住友重機械工業など11社に対し、自治体発注の資料を、おで処理施設建設に再し談合を行ったとして、独占禁止法違反の罪で起訴した。これを受けて同社は、国土交通省により9ヶ月間の指名停止処分を受けた。二千十二年五月十五日、九百七十年代以来より、 機関法の保守点検、修理で作業時間を過大に計上し、防衛省へ請求金額を水増ししていたことが会計検査院の抜き打ち調査で発覚し、子会社の従々特記サービスとともに指名停止処分を受ける。2013年2月には医薬金23億円の支払いにより指名停止期間が終了していたが、 同年12月18日には 5.56mm 機関銃、74式車載 7.62mm 機関銃、12.7mm 銃機関銃の3種で合計5000兆にも上る試験データ改ざんが発覚し、5ヶ月間再度の指名停止処分を受ける。2014年10月24日、自社で製造した機関銃の死者を無許可で行ったとして、 法人としての住友重機械工業と従業員が火薬類取締法違反と重等法違反の疑いで書類送検された。2018年10月1日、子会社の住友重機械ハイマテックスの圧延ロールのコードや成分などの検査数値改ざんが判明した。2014年に同社に採用され、その後関連企業である重重法人部に出向していた30歳代の 男性社員は2016年11月に寮の屋上から飛び降り自殺を図り命は取り留めたものの精神疾患で治療を受けたこの男性は2016年5月頃から通常業務のほか、監査の準備や研究課題なども重なって過重労働となっていた模様である横須賀労働基準監督署は2018年10月30日付で適応障害を発症したのが原因として 労働災害認定した。ありがとうございます。